うん、そこから歩くか、400段の階段歩くか、スロープかっていうので、山頂の方に行かれるかっていう形になります。失礼いたします。お待たせいたしました。これより下り、淵神社駅に参ります。さて、稲佐山からご覧になった長崎独特の斜面都市や変化に富んだ景色はいかがだったでしょうか。大村湾から有明海、立花湾から天草灘、夕日が沈む五島灘と四方を海に囲まれ、港町として栄えたこの町の姿をご覧いただけたかと思います。そして夜になりますと眼下は光の海へと変わります。2021年にモナコ、上海と並び世界新三大夜景に認定された長崎の立体的で変化に富んだ美しい夜景、ぜひ今度は夜に訪れてみてはいかがでしょうか。